サダ・マサシ・サダ・マサシのディスコグラフィレモン、レモンは、シンガーソングライター・サダ・マサシが1978年3月25日にリリースしたアルバム、私・花集の収録曲であり、8月10日にリリースしたシングル版でもある。曲の舞台となった聖箸、氏、梶井モ次郎の小説、レモンをベースに、舞台をお茶の水に置き換えた歌。歌詞に、 正端からレモンを投げるという描写があるが、サダはこの歌が白線流しのように社会現象にならないかという希望と不安を抱いていた。他に、歌人員の小説から曲のイメージを得て作られた曲としては、桜チルが挙げられる。シングル版リリースされた際には、渡辺敏之による新アレンジでリメイクされ、歌詞も一部変更がなされている。ライブでは、レモンは、 渡辺敏之のアレンジに基づいて演奏されることが多い。ただしかしは、私話うバージョンで歌われる。前作のシングル版、10日減、番賞も、アルバム、風見取りからのシングルカットであった。アルバムが違い、またテイクにも違いがあるとはいえ、2作連続シングルカットは、さだには珍しいことである。キーは、アルバムテイク、シングルテイクとも補短調であるが、 シングル版のインナースリーブは異端調で寄付されている。シングル版のインナースリーブの表紙はサダが描いたお茶の水橋から眺めた聖橋のイラストが用いられた。公衆電話から別れを告げる恋人の声に耳を傾けている歌。最後の恋が落ちた時に恋が終わる。作曲、編曲を担当した渡辺俊幸はビートルズを意識したと語っている。 シングル版バージョンは、イントロ前に、雨の効果音が入る。レモン、加速度アルバムのテイクは、ジミー・ハスケルによるアレンジであった。その後、オリジナルのイラストに、サダが、怪獣の落書きをしてしまった。ベストアルバム、昨日たち、をリリースした、際、各曲のシングルの表紙が掲載されたが、そちらには、怪獣の落書き外書き加えられた。 インナースリーブ表紙が掲載されてしまった。サだの作品はすべて作詞ではなく、作詞とクレジットされているのでご記ではない。ありがとうございます。